この動画はスカーレット・バイオレットの対戦動画及び7人の実況者であるセブンサビリティを倒した後に現れるアウトサイダーを倒すことを目的とした動画です。今回ニコニコ主催のポケディツフェス金セブンサビリティが4人参加しているビッグイベントで、前回の令和相棒自慢杯が6229人の参加者に対して今回200人ぐらいなのでかなり狙い目だったんですけど、マッチングしないどころか取れ高が、え？うわー！これぐらいしかなかったんで、ポケディツフェス金の動画お蔵入りになりました。なので今回レギュレーション G が始まったので、新しい環境の調査動画とします。とりあえず使いたい禁止伝説ポケモンがいて、剣立て終盤にもずっと使っていたレッグーザ、 YouTuber の皆さん剣前プラスノーマルテラスタル神速がヤバすぎるっていう動画ばっか上げてて、さすがやなーって思ったんですけど、環境に多く存在しているクロバドレックスやコライドンの晴れ展開に頼ったブーストエナジーを持たない羽ばたく神をエアロックで無効にしながら対処できる龍舞の方が環境に間違いなくマッチしているので、剣舞プラスノーマルテラスレッグーザを推奨しているポケモン実況者は参考にしない方がいいです。アグノムはレッグーザの足りない防御面を補う珍しい壁張り構成、アグノム使いの中では有名な命の玉リベロエースバーンのダイジェット大調整のやつです。次にコライドンメタのパン犬、困ったことにガチ構築のレギュラーになってしまいそうです。雪の王は数は少ないと思っていますが、一応海洋がメタで入れています。正直水オーカポンより雪の王の方が雷の命中率を下げる面でも安定していると思っています。次にクロバドレックスメタと雷撃というポケモンの大規模大会で結果を残した毒ビシを持った無限大な入りの構築が少しの間流行ると思い、両対応が効きそうなアローラベトベトン、クロバドレックスも現状フェアリーテラスタルが一番多いみたいで、もともと弱点がつける畑落とすとフェアリーテラスタルを切られても弱点をつけるダストシュートを両立し、クロバドレックスへの受け出しができるのはこの子ぐらいしか現状いなさそうかな。最後に禁止伝説環境といえばメタモンということで、とりあえずぶっ込んでみました。そして完成した構築がこちら、闇鍋。今回レッグーザ使っていくんですけど、俺の並び希少すぎない？どうしようかな。パオジアンの受け出しをどうするかですね。今回レッグーザ使っていきたいんで、ベトベトンがね、羽ばたく神に対しても受け出しが効くんで、ベトベトン投げていきたいな。ちょっとハッサン重すぎるかもしれん。ハッサンも重すぎる。壁張りレッグーザで無償突破します。この布陣で行こう。対戦よろしくお願いします。いやいや、この手は確かやばいな。パオジアン。ツララ落としは確定で耐える。これね、壁張りアグノムのテンプレ。アグノムを使っている人の中では当たり前の話なんですけど、タマエースワンのリベロダイジェット確定台まで振るのが2です。リフレクターから行きましょう。はいはいはい、ひるんだら大パンします。テラバコスか、見せ合い画面だと素の状態なんですね。てか俺の構築の並び気持ち悪っ。見た目偏差値低すぎるやろ。ただこれレッグーザいい感じに取ってるな。羽ばたく神に神速取らないんで、そこだけ注意かな。ただ羽ばたく神ね、ベトベトンで流せるんですよ。しかもね、何がいいかって毒ビシを回収できるっていう、雷撃オフってのがなんかこのゴールデンウィークだったんですけど、毒ビシ使ってくる無限大な増えそうやなって思って、裏に置くベトベトンとか多分強い気がするなと思って、この子唯一無二でクロバドレックスにも勝てるんで、ただテラバコスがちょっと僕得体の知れないモンスターすぎてどうしようかな。ベトベトンレッグーザー、これでいきます。並び希少すぎない。包み包み初手か。包み多分これ受け出し効くな。どうしようかな。これ冷静にプレイするんやったら、これ包みの攻撃でアグノム一撃でさすがに吹き飛ばないんで、まだステルスロック打ってからやね。ステルスロック打ってベトベトンバックかな。いやいや、アグノム舐めてもらっちゃ困りますよ。ギリギリ耐えるよ。ほんまにギリギリやった。ほんまにギリギリで笑った。ってことは、羽ばたく神は、竜舞すれば抜けるってことよね。ベトベトンに引きます。待って、ベトベトンの HP が1足りない。ちょっと待って、209でしたはずやねんけど。1足りひん。
16N になってる。あ、でも一応これ効率的にはマックス一番高いか。 OK、 よしよしよし、いいよ。ここフリドラが安定かなと思ったけどな。叩き落とすしてもいいけど、一旦あれかな、身代わりされる可能性もあるからダストシュート打ちたいな。ダストシュート打つ裏目が、身代わり毒々って身代わりされてそこにアンコール打たれると裏目いっちゃうか。一旦ダストシュートかな。カバルトン出てきたらそれに合わせてアグノムに引いて壁展開しに行けばいいんで。オッケー、引いたんでこれ包み竜舞で抜けるようになりましたね。キラフロールオッケー。これ待って、ベトベトンめっちゃ通ってない？ベトンくん多分ね、キラフロールに突破されへんと思う。叩きます。あかん、ベトベト見た目気色悪すぎる。あの目チカチカしてきた。目チカチカする、めっちゃ疲れる。叩いてオッケー、いいダメージ入るね。で毒ビシはね、ベトベトン回収できるんで、てかレックザ浮いてるんでね入らないけどね。タスティカ、アグノムちょっと壁どっかで張りたいな。このまま叩き落とすで、これってあ、俺のステルスロックが解除されるのか。キラースピンってさ、光の壁は解除されるっけ。オッケー、毒ビシ一応ベトベトンで回収できるんで、これベトン大事やね、めちゃくちゃ。キラースピンステルスロック、これベトベトンで積んでる説ある。あーでもあれか、テラバコス、これあれですね、多分ステルスロックを踏む前に召喚して対応したいのかな。じゃあテラバコスに向かって毒打てばいいかな、基本的に。叩き連打でマットショットか、これどっかでアルノムに引きたいな。素早くダウン、オッケー、叩いてか、次のターンアグノムにマットショットすかしでアグノム出してステルスロック巻く。ただそこ絶対キラースピン飛んでくるからな、ダメですね。ここはベトベトンでコマ突破しましょう。 OK、 ワンチャンアグノム呼んできたな、これ。あかん、ベトベトンが結構強い。待って、多分ねワンチャンベトベトンとパンイヌずっと使うんで、あの皆さん、こっから4ヶ月、このベトベトンとパン犬がずっと画面に出続ける可能性があります。やばいな、目チカチカして、俺終わるかもしれへんな。人生終わりや。身代わりあんのかな？毒々します。てか、テラマコスもこれワンチャンベトベトン突破できないんじゃない？そんなことない？毒打ちます。身代わりあるかな？ないな、オッケーオッケー。で、あれなんよね、確かテラバコスって足っぱもこれベトベトン通らんからね。毒当てて、よし。で一応持ち物怖いんで、はたいとくか。これベトベトンで3立ていける。レックザメインなんですけど、ベトベトンがサムネイルになってまう。はたきます。一撃では落ちないと思ってる、ギーフリやからね。やばい、めっちゃ強い。ちょっとね。待って、バリ強いテラバコス。持ち物何、残飯か。オッケーオッケー、これ落としたんでかいね。でただ後ろあれなんよね、キラフロールがいるん、キラフロールちゃう、包みがいるんよな。守ります。ベトベトン包みの対応しなあかんから体力管理します。よし、守って逃げよう。テラクラスター、アグノム捨ててレックーザ死に出しで OK かな。 OK、 ベトベトンもしかしてあれ、瞑想1段階アップのテラクラスターはきついけど、毒々当てたら全然見れるな。アグノム捨てます。すごい、結構ちゃんと勝てる。あとはベトベトの次第かな、ベトベトの次第かな。さすがにテラクラスターやね。でトドン出して、トドン違う、ベトン出して守るでもいいんですけど、ベトベトン守る挟ん、あ、守る尻出しして守る挟んで回復して包み対面で毒々、スネムリしたらレックザで竜舞しに行けばいいんで、ベトベトン出します。この次のターンかな、守るするんですけど、そのタイミングでで毒ビシ消します。一応消しときます。守るでいいね、守るでいいね、守るでいいね、守ってテラクラソフト、オッケー。ベトベトンでベトベトンでこの子を対応するの、ちょっと世界一意味わからんこと起こってるけど、これベトベトン影打ち入れてもいいかもしれないな。ただあれよね、ベトベトンね、あんまりこの場に座らせたくないんですよ。あのアンコールが飛んでくる可能性があって、読まれるかな、ここのレック座引き。あの相手目線で強い行動って
とりあえず水寺サイドのポンプでベトベトン処理することなんですよ。守るどうかな。アンコールを持ってる人は何かと拍手したがりやからね。レクザにかけよう。アンコールだと嬉しい。さすがにか、さすがに呼ばれましたか。これレックザ多分ね、フリーズドライ耐えるんですよ。ノーマルテラス神速どんなもんなんかな。ちょダメージ計算していいですか。あかん、ダメージ計算間に合わへんから電卓使うわ。200、222やったっけ。 222×、80×22。 あーっと多分落ちない。俺が相手目線やったら読む。大丈夫、水テラサイドのポンプは多分体勢的に耐える。レックザ頑張れ。あとこれ5テラもあるよね。オッケー、危ねえ。で、フリドラ打ってるかどうかやね。ハイポン打ってない。よしよしよし。いやー全然、ちょっと待って、解決してない解決してない解決してない。全然解決してない。ちょっと待って、とりあえず最悪は回避できてる。てかこれベトン死なしで畑連打でいいか。スケールショットやったら世界変わっとったな。ただこれもうベトベトンにかけるしかないんで、オッケーオッケー、いいよ。よしよしよし、あぶねー。さあ、あとはベトベトンが、ただこれね、守るしたらアンコールで負けるんで、守れない。ってことは、はい、フリーズドライは多分耐えるんですよ、感覚。65あれば。ダメージ計算一応しときますね。フリーズドライのダメージが42から51なんで確定だ。ハイドロポンパ今確定圏内。守ったら耐えるけど、勝率2割やろ。そっち追いかけよう。チキレ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 、ハイドロポンプチキレ。8割勝ちやからね。くそ、惜しい惜しいじゃん。いい感じやったのにな。ありがとうございました。くぅ、悔しい。ミライドンか。ちょっと待ってください。アーマーがきついっす。雪の斧の絶対レード必要っぽいな。先に展開できてたら多分ぶち抜けると思うんですけど、アーマーがぐらい。雪の斧が、ミライドンと、包みに受け出し効くんで、出していきますね。一応絶対レードで、アーマーガにワンチャン取れるから、アグノム、レックーザ、雪の、多分ね、2枚できてたら画量転生でアーマーガぶっ飛ばせると思う。羽ばたくんか。アグノムどうかな。ブースエナジーか、ブースエナジーか。雪のに引きます。これ、この対面何もできないので、壁を張ることしかできないんで、鋼テラス切って挑発撃たれたらマジで何もできないパセリになっちゃうから引きます。甘えるとか持ってたらちょっとさらに鬱陶しいけどね。挑発あるかな。危ない危ない。オッケーオッケー。でこれちょっと宿り木撃てなくなっちゃったんで、一旦ウッドハンマーかな。瞑想大丈夫やぞ。これマジフレとかあるかな。さあ物理アタッカーの雪のを解くとご覧あれ。羽ばたく紙ぐらい持ってけへんかな。あ、いけそう。オッケーオッケーオッケー。やっぱウッドハンマー強えな。耐えます。HD フリー。オッケーオッケーオッケー。さあ、C ダウン関係ない。もう羽ばたく紙を持っていくだけで、アグドムの展開ができる。ただ、問題はちょっと包みきつくなったな。とりあえず、神速この子通らないんで、ハンドダメージも耐える。さあ、挑発切れたから最悪守れたりもできるけど、宿り気当てときたいな。やばい。壁張る前に出てきた。これボディプレイ打ってくるならテラス履いて宿り木やけどな。宿り木打っといた方がここ強いかな。レイド打つより宿り木やな。オッケー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 。やばい。やばい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 。先に展開された。宿り木当てて、宿り木当てて、これ待って、多分ね、雪の王にテラス履いた方が強いかも。大きな猫があるんでめっちゃ吸える。守ります。で、隙見て絶対レイド打ちたいな。ボディプレイしかないかみたいね。オッケー、ボディプレイやね。はい、ワンチャンスかけていいですか、自分、このワンチャンスかけていいですか。かけますよ、ワンチャンス。ボディプレイしかない前提で、しかもプレッシャーやばいな。絶対レイド4発しか打てへん。オッケー。大きなね、この効果偉大やね。試行回数稼ぐプロ。この絶対レイドにビビってくれると助かる。オッケー。耐える。はい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 。これあれなのよね、命中20に下がってんのよな。命中20に下がってんだよな。次のボディプレも耐えるけど、守る見てるから相手目線。
相手が突っ張ってくるかどうか怖いところよね。ワンチャン守るに合わせて跳ね休めてくるターンあるような。レード打ちます。うわー、いいの持ってる。これは無理っぽいな。これは無理っぽいな。あのね、もう一個プレイの強いところ出てる。すぐレッグド出します。見て、このめっちゃ炎技ありそうな出し方。めっちゃ炎技持ってそうでしょ。急所狙いです。明らかに特殊技持ってそうな。バレた。両刀の方が強えかな、レッグザ。もしかして炎技持たして、アイアンヘッド。はいはいはい。ね、試行回数か、しかも宿り気あるから、これ相手 HP 管理できへんしね。ね、鉄壁してきたらもう急所ぶち当てたいから、宿り気が入ってる。雪の方が置いてった遺産がある。おっ、アーマーがあれ受からんぞ。ミライド、うん、はい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 。ちょ、舐めてる舐めてる。さすがにね、レッグザのこと舐めすぎ。俺レッグザのこと一番分かってるから。オッケー、これで速度抜いてるでしょ。で、ワンチャンテラス入ってくるかどうかやと思うけど、ミライドの数字が分かればダメージ計算ができる。防御100、100か。はいはい。レッグザの A 種族値が202やから、実数値。かける120かける22、割る120、割る50、かける 1.5 のかける 1.3。ダメージが173出る。ただこれ最高ランスやな。最高ランスでこれやな。地震が一番通るかな。ほい、ミライド浮いてるけど地震は当たります。助けやめて。オッケー。あの画量転生でも落ちそうな感じやったけど、これ宿り気抜きに来たね。これワンチャンあるぞ。アーマーがあの体力からレッグザの画量転生受けられないぞ。 HP 半分じゃ受けられない。さすがに、さすがにいってる、さすがに入ってる。これ画量転生。オッケー。さすがレッグザ君だ。居座られてたら危なかったけど、オッケーオッケー、ありがとうございました。ワンチャン拾えた。オッケー、対戦ありがとうございました。